させていただきますのは花野小雪でございます。よろしくお願いいたします。はい、ですね、私小学校1年生の時からずっと大事にしてるもんがあるんですけど、それがあのティラノサウルスと一緒に眠っていた石っていうのがあって、でそれをずっと大事にしてまして、でなんでそれを大事にしてたかって言いますと、あのそれを、まあ、ティラノサウルスと一緒に眠ってたぐらいですから、まあ、将来的に売れるんじゃないかなと思って、その時に思ってずっと持ってたんですけど、まあ我ながらちょっと禁欲的な子供だったんかなと思ったりなんかするんですけれども、まあまあ古いものというものはひょんなことで売れるようなことがあるもんでございまして、まさかこんな汚い太鼓を殿さんに気に入られりゃ思わんかったな、はあ、しかしカカのやつ言うとったな、お大名はカゴの中で音を聞きなはったやね、そら、まあ、金の蒔絵でもした立派な太鼓や思てなはるわ、そこにそんなすすの塊みたいな太鼓持ってってみいな、このようなむさい太鼓持ってまいって無礼者を置いて、あんた捕まえられてこうぐるぐる巻きにされてな、ああいうお屋敷にはな高い松の木が、ああ、あるかな、あるかな。あんたそこにぶら下げられんねんで、ね。ああ、ほんまに捕まるかもしれんね。早いこと置いて逃げて帰ったろ。お頼もうします。おお、最前の道具やか。苦しゅうないぞ、こちらへがれ。太鼓は持ってまいたか。持ってきました。あきまへんか。いかんとは申しておらん。ああ、どのような太鼓じゃ。風呂敷を広げて見せてみ。こんな太鼓でございます。おお、これは随分と時代がついてあるな。ああ、しからば、殿にお目通しする間、これにて控えておれ。それを殿さんに見せまんの、そら、やめといた方がいいのとちゃいますか。あ、それより、あんたが高徳なあれ、拙者が買うわけに参るか。これにて控えておれ。言うときますぜ。もう、この太鼓、これ以上きれいになりまへんねんで、もう、重たいのんと汚いのんだけが取り柄でございまして、その太鼓。でまた、はあ、このようなむさい太鼓を持ってまいて無礼者を置いたら逃げてしもたらええねやさかいな、ゾーリー入ってるまあないやろな、まあ、もうこの際ゾーリーぐらい構え、話でピュピュッと戻ってきよった。どないでした、いら言うて怒ってはりまして。いやいや、殿はことのほかお気に召しておられたぞ。え、あの太鼓当方で求める、いくらなら手放す。はあ、あの太鼓はいくらだと聞いておるのじゃ。ああ、はいはい、あの太鼓でございますが、あの太鼓はいくらだ、いくら、いくらでございますか。酒の子でございますわな。何を申しておる。その方が売りに来たのであろう、値を言えぬわけがなかろう。ああ、このようなことを言うと府中に当たれましねんが、殿はことのほかお気に召しておられ。しかるに、金子の方は手一杯申しておいぞ。手一杯、いくらだ。はい、おかしなやつ、手一杯と申さば両手をいっぱいに広げようって、それでは分からんではないか。いくらだ。量、はっきりと申せ。10万両。何、10万両、それは高いではないかも。手一杯でございます。高いと思ったら値切っとくなあれ、なんぼでも負けさせてもらいまんねやさかい。なんでしたら今日一日ずーっと負けさせてもろてかましまへんねやさかい。おかしな売りようであるな。ああ、しからばどうじゃ。こちらの方からこのぐらいなら買い求めるという値を言おう。それでよければたまらせ。どうじゃ。結構でございます。なんぼでございます。どうじゃ、どうや。あの太鼓、300金ではいかがなものかな。300金と申しますと、どのような金でございます。小判300両では売れんかと聞いておるのじゃ。ああ、小判300両と申しますと、あの使える小判300両でございますか。使えぬ小判を出すか。300両では手放せんか。300両で売ります。300両ちょうだい。手を出すやつがあるか。金子をこっちへ持ってまいれ。これからその方に金子を渡すによって確かめるよ。まずこれが50両じゃ。小判が50枚重なって50両。50、これで
100両あれば、ひゃひゃ、100両どこから声を出しておる。おいで。150両じゃん。150、泣くやつがあるか。これで200両じゃん。にー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 、セミか、お主はいかがいたした。すまへんけど、お水いっぱいもらえまへんやろか。手数のかかるやつで、手数のかかるやつじゃ、水をいっぱい汲んでやる。さあ飲め。これで250両、これで300両、さあ持っていけ。300両、控えておれこの貧乏侍。なんだそれは、何を申しておる。あしからば受け取りをかけ。まあ、受け取りなんかいりまへん。こちらの方でいるのじゃ。書かしてもらいます。受け取り書かしてもらいます。もう何枚でも書かしてもらいます。一枚でよい。あ、これに書け。これに書けました。なんだ、あんな汚い太鼓で300両儲かったのは何を隠そう私です。こんな変な受け取りがあるか。お前の気持ちなんかどうだっていいんだ。ああ、判がないな。判を押せ。ハンコ持ってくんのを忘れまして。しからば、その方のお爪印でもよ。爪印でもよかったら、なんぼでも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 、こっちへよこせばかも見えぬようになるではないか。印だらけにしようって。あー、まあまあ、これでよ、行きなさい。ああ、帰るか。こりゃ、風呂敷を忘れておるぞ。風呂敷、あんたにあげます。いらん、そんなものは。持って帰れ。ありがたいな、300両も儲かってしまった。カッカーのやつ、最近損ばっかりしてお腹空かしてピーピー言うてるってなこと抜かしやがって。帰ったらびっくりさせたね。とにかくむちゃくちゃ物食わして動けんようにしたんねやさかい。カカ、今帰った。まあ、どないしたやんた、そんな真っ青な顔して。真っ青な顔もクソもあるかい。ちょちょちょ、おー、落ち着いて、おー、俺の話を聞け。あんたか、落ち着かんかいな。どないしたんや。あのな、向こう、いてきたんや。当たり前やないか。いてきた境戻ってきたんやないかいな。どないしたんや。あのな、向こういたんや。あの太鼓、なんぼやって聞くや。そこであんた、一部でございます言うたよな。それがや、一部や言おう思たんやけど、なんや、舌がもつれて言われんねや。お情けないな、この人は。肝心な時に舌がもつれるやなんて。でな、300両でどうじゃ、あゆさかい。300両で売ってきた。なんでもあの太鼓は偉い太鼓らしいで。ここに300両もらってきた。まあ、300両もらってきたて、まあ、かわいいこと言うな、あんた。損して言うたわてに怒られるもて。ご飯食べさせてもらえ思てんねやろ。ご飯ぐらい食べさせてあるかな。チンチンすりゃ犬とちゃうねんぞ、ほんまに。今見捨てるさかいな、待っとけよ。これが50両じゃ。あらま、ちょいと、なんやその格好は。岩陰に住む呪豪みたいな格好しやがって。びっくりすんのはまだ早いわい。これで100両じゃ。ひゃひゃひゃ、100両。まあ、お前さ、大抵何を言うてけつか。これで150両じゃ。150、後ろの柱へ捕まれ。こける人へ捕まれ。あんた、これでいいか。捕まった。ああ、それでそれで、これで200両じゃ。水をいっぱい送れ。せやろせやろ、俺もそこで水飲んだんや。佐々木ち、水いっぱい汲んできたれ。飲め飲め、飲んだか飲んだか。これで250両じゃ。あんた、やっぱり商売上手。なーにを言うてげつか。これで300両じゃ。あー、あんたと一緒になって私幸せ。あんた、ほんまによう儲かるな。これからは音の出るもんがええな。音の出るもんに限るな。あー、せやろ、音の出るもんがええ。あー、わしな、こないだから愛知で目つけたあるもんがね、笛買うてこう思てんね。あんた、
上はいかんわ。またピーピー言わないか。